にちは、マサン6494です。今回はですね、マサリコート第89コート目やっていきたいかなと思います。でですね、88コート目をやったのが12月23日ということで、ついさっき調べたんですけど、まあ、だいぶ久しぶりだなという感じですね。まあいろいろと忙しかったので、まあそういった感じで、2ヶ月のスパンで、まあ復帰というか、まあそういう感じで、まあ復帰しました。はい。特に何かを話すわけでもないのですが、復帰したよーっていう感じですね。そんな感じです。特にないんだよな。はい。ああ、そうだ、コルティア。ちなみにですね、サントリーのごくりのふんわりピーチっていうものがありました。これ結構美味しくてたまに飲みます。なんだろう、ネクターの桃の缶ジュースが好きな人はまあ好きだと思います。ネクターのよりは甘さはちょっと抑えめだけれど、まあ甘いですよっていう感じですね。飲みやすいです。はい、そういった感じでですね、終わりにしたいと思う。どういうことやねって話ですけど、はい、そんな感じですね。まあまた、まあ1週間スパンか分かりませんが、まあそれくらいのスパンでまた上げていきたいかなと思っております。はい、ということでですね、今回はマサリコート第89コート目でした。まあ何気に次90コート目だから一応節目ですね。でもうちょっとしたら100コート目になるといった感じなので、よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。